listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんばんは。金曜の19時、渋谷女子企画の時間です。パーソナリティのゆみです。よろしくお願いします。はい、そしてはい、ダパンプトモです。よろしくお願いします。お願いします。はいはい、トモさん来ましたね。来ましたね。今年一発目。一発目。はい、皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あ、来てくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。寒い中、本当にすみません、ありがとうございます。いや、もう一発目ですよ。そうですよ。お正月、はいはい、引きずってないですか？もうバッチリ。もうバッチリですか？仕事モード入ってます。おー、さすがです。大丈夫です。はい、お正月何してました？僕はですね、実家に、大好きな実家に帰っておりまして。そうですよね、拝見してました。知っとる？インスタとかね、はい、やっとったよね。まあ、名古屋帰ってましたね。そうですよね、はい、楽しかったですか？ゆみちゃんは？いや、私はもう変わらず実家でぬくぬくと。そうだよね、うん、実家住まいだよね。そう、ずっと実家だから。いいですね、それも。羨ましいよ。なんか本当に今年はずっと家族と過ごしてました。ほうん、なんか年越しも家族と過ごしたし、はいはい、正月もずっと家族といて。まあでも正月はいいんじゃないですか。そうですよね、そういうもんですよね、はい、僕もそのために帰ってますからね。そうですよね。はい、おかんのね、雑煮がうまい。あー、やっぱいいです。いいですね、おかんの味食べれますもんね。最高です。なんか味違うんですか、うん、東京と名古屋って。なんかね、多分名古屋の方が味が濃いと思うんだわ、うん、あ、なんかね、おうどん。そう、味噌のやつ。味噌のうどんだったりとか、うん、もう雑煮にしても、うん、味が濃くて。あ、そうなんだ。はい、具沢山でやってます。やってます。名古屋の方はやってますよ。お店じゃないですか。まあ、そんなわけでね、ちょっともう気持ちも切り替えて、はいはい、はい、やっていきたいと思います。まずはですね、皆さんに渋谷女子企画はどんな番組なのかを教えていただきたいと思います。渋谷女子企画とは、渋谷ガールプロジェクトのこと。女子の夢を応援していくプロジェクトです。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢を世の中にどんどん発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加型の番組です。今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんにもお越しいただくので、成功するためのヒントをこっそりと聞いちゃいましょう。そして今日はビューティートークのコーナーがお休みで、はいはい、トモさんのコーナーなんですが。そうなんです。なんかちょっと、そうです、今年からちょっと変えてみようかなと思って。ねえ、急になんかね、去年まではお悩みスッキリやってましたけど。はい、やってましたね。今回ちょっと思考変えて、はい、まあ、それ後々ちょっと説明するんで、はい、お楽しみにしといてください。わかりました。ちょっと楽しみにしていきたいと思います、はいはい。まだですね、この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式ツイッターで募集してあります。アットマーク渋女アンダーバーミサです。皆さんのメッセージお待ちしております。そして本日のゲストは俳優、ダンスアーティストとして活動中の山根一馬さんです。またこちらもね、きっとね、そうですね、トモさんにね、僕にね、ゆかりがあるんじゃないですか。ですよね。かなり深いゆかりがありますよ。ですよね。はい、ということなので、皆さんね、7時50分までのお時間、はい、お付き合いよろしくお願いします。はい、渋谷女子企画、この番組はキレをサポートするジェーナグループがお送りします。それではお聴きください。オープニング曲はスマイル海賊団でパイレーツ・フォー・スマイル。
ヤンガールプロジェクト。ゼーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は俳優ダンスアーティストとして活動中の山根一馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よいしょ来ました山根、はい、ともくん、イエーイ。来まして山根ともくんじゃないですよ、まずはですね、もうその関係性をね、何ですか、知りたいんですよ私、はい、もう自己紹介もまずしていただきたいんですけども、しよう自己紹介しよう、はい、まずそこからお願いしますか、はい、はじめまして、はい、山根一馬、俳優、ダンサーやってます、よろしくお願いします。勝てなおい勝てなおい、固くいかないと最初さ、最初固くいかない、そうだね、そうだね、固い感じでいきますか、そうですね、お願いしますよ、じゃここから砕いてって、はい、砕いていきましょうよ、はい、いやもう仲良しなのはすごい伝わるんですけれども、いやもしかしたら、はいはい、なんでこの2人はそんな仲いいのかなって知らない人いないかもしれないけど、いもうねバレてんじゃないですか皆さんには仲良しってなんだよ、まずそうですね、はい、仲良しなんですが、もう、まあ、もうあれですよ、20年来の仲ですからね、長すぎですね、はい、長すぎ長すぎるってことあるんですよ、ね、20年って言ったらもうあなたが中学生ぐらいから俺知ってるんですよ、そうですね、はい、もう最初はねダンス、はい、渋谷に習いに来て、そうですよ、はいはいはい、最初は、うん、もう俺初めてで、はいはい、結構ちょっと踊れる人だった、はいはい、だから、はい、うわなんかすげえかっこいい人いるみたいな、お兄さん的目線で見てるんですよ最初はね、そうですね、はい、それがねどん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 ね、はい、もっとトモみたいな感じになってきてね呼び捨てかよみたいなことになってきますから、そう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 なんですよ、その中になったんですね、はい、え、じゃあ出会いは渋谷だったんですか、うん、そうなんです、ここ渋谷なんですよ、すごい、これまたね、ここ共通点がね結構ありまして、そうですね、ダンスってダンスやってってね、はい、で、あの一緒にダパンプになり、はい、今になり、グループリーやりとかいろいろもうすごい、だいぶ今ぐんと、はい、ぐんと一気にダパンプ行ったけどね、そうですよそうですね、一気にダパンプ最初はねいろいろあるんですよ、ダパンプグンってきたからさ、もう長いとか出会ってすぐダパンプになったみたいなさ、いやいやもう20年あるからそこは、はい、行きましょうよ、そうです、え、その渋谷で出会った時っていうのは、うんうん、はいはい、まあその山根さんがともさんかっこいいっていうところから、はいはい、なんか一緒になんかやったりとかはなかったですか、うん、そう、元々はあの同じダンススクールに通ってまして、はい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 、はい、でそこで知り合って、うん、同じダンスのクラスを受けてて、うんうん、でそこでこれ俺が説明していいのかな、いいんじゃないか、いいですか、なんで、はい、でそっから、うん、あのまあ先輩の一声があり、はいはいはい、あの渋谷のクラブとかで踊るようになった、二人でチーム組んだわけよ、お前らちょっと二人で踊ってみろよみたいな、そうそうそう、じゃあやってみるかみたいな感じで、そうだね、そっからスタート、ね、最初はノリで始まったんです、若さのノリで行ったわけですよ、 そこは若さ、ね、それが多分18ぐらいかな俺、そうだね俺16ぐらいだもん、そうなんだ、そうそうそう、もう若さの勢いしかない時ですね、勢いしかなかった、ね、勢いはすごかったね、すごかったでしょ、うん、やったでしょ勢いよく、勢いだね、路上でさ、うん、パフォーマンスしたね、路上でもですか、出ます、いや知らないです、知らないよねそれはねごめんなさい、あれですよ渋谷ハチ公前で、え、もうそこじゃないですか、すぐそこなんですよ、あそこに、あ、当時300人ぐらい集めたんじゃない、そうだね、え、そこに300人とか集まるんですか、もうだから自分たちでスピーカー、今はさ、こうなんかBluetooth とかあって、はい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 、こんなんですげえ出るけど、はい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 、当時なんかもうそうそうそう、こんなんで弾いてってそう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 、それでやったね、やったよね、すごい、本当にだからもう本当ラジカセ自分でバーンってかけて音出して、はいはい、うん、当時そのダンスボーカルユニットみたいなやつを組んでまして、うん、はいはい、でそこでまあパフォーマンスしたりとか、うん、でそこで手売りで CD 売ったりとか、あ、うん、CD も売ってるんですね、1枚100円安い、100円だったね100円だからいいでしょみたいな、そう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 めちゃくちゃ売れたからこれそうそうそう、今じゃ多分できない、でなんかでライブの、うん、なんかそのチケットっていうか、そのそれがあれば入れるみたいなして、その単独ライブみたいのしようみたいな感じで、はいはいはい、あ、はい、結構考えていろいろやってたんですね、だから今結構やってる人たちがいる中での結構、うん、そうだよね、先駆けてたでしょ、先行ってたかもしれないね、すごい、いやでもあそこに300人集めた前例とかっていうのはそうそうないですよね、ないんじゃないかな、あそこにそんな人集まったの見たことないじゃん、うん、ですよね、もうほんと、まあ変な話、うん、警察がちょっとね、あ、そうですね、手に負えないぐらいまで人集めてたよっていうこのね、そうそうそう、すごい、レジェンドじゃないですか、レジェンドなんですよ、勝手にね勝手になったすげえ勝手だよ、ただね、あのビデオが残ってるんですよそれ、それ見たあるよ、多分うちにあんだよ、多分あれどうだったの、あのビデオ昔のビデオすっげえダンス下手下手なの、すごい下手なの、ものすごい下手、もうね若さの勢いだけ、勢いだけで、でも下手くそで300人集めちゃうんですか、うん、やってた、だからもう何がすごいっても勢い、そう
じゃあみんなも勢い負け？そう、ただあのやってる自分らは俺ら一番かっこいいでしょっていう感覚で踊ってるわけよ、息巻いてるわけよ。そっかそっか。そうしたらもうちょっと皆さん騙されまあね、それ違う違う違う、あの勢いがかっこよかったりするわけじゃん。そうそう、それがそれが当時魅力だったんだよね。そのね、勢い出せるって言ってもね、やってるよいろいろこう、まあそれなりの多分それなりのやつ調和してたと思うんだけど、今見るとあ下手くそだな、ちょっとこれは、うん、今はちょっと見せたくないなみたいな。だってさ、あの路上でさ、うん、カズマがさ、はい、ロンダード爆中っていう技をして、はいはい、タンクトップ一丁だよ、冬なのに。もうしかも、もうすごく、あの、なんだろうな、やる気の方のやつ、露出が高い。結構なんかもうギリギリのやつ。後ろがもうこ、そうそうそう、あーもうピキッとしてるやつ。あの俺らそれ、やる気タンクって呼んでんだけどね。そうそうアビレックスのね。そうそうそう。それ今着れますか？どうだの、うん、ちょっとちょっとあのちょっと緩くしたいな。だよね、うん、そうだよね、そんぐらい若さがあったってことですよ。ね、なんかすごいですね、はい、さすがです。だからそれが、まあ、そんなの減って、うん、でダパンプに入ってっていう、 そうそうそう、その流れもすごいですよね。すごいよね。そうだね、だからその時、うん、ダパンプの曲でその路上いろいろやってたんだろうね。そうそうそう、そうなんですね、うん、当時やってたね、はいはいはい、うん、憧れすぎたみたいなとこがあったのかな。あでも憧れすぎて入れちゃうもんじゃないですからね。まあね、うん、入るとは思ってなかったけどね。そうだね、うん、まさかね、だから みたいになりたかったから。あそうですよね。 それを夢見て路上で踊ってたんだ、うんうんうん、俺たちは。それがまさかの入ってしまいの、うん、入ってしまい、でそこで活動して、活動して、でそこ、ね、今では本当にそれこそブループリントとかさ、ね、舞台でもね一緒にやらせてもらってさ、うん、これはもう縁ですかね、どうなんですか、うん、今んとこね。でしょ、大丈夫でしょ。え、なんですか今のとこでって。何や、嫌いなこと。いや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 、さっきも仲良しっていうことにすごい抵抗を持ってる。だからなんか私たち仲いいのみたいな、その薄い言葉が俺は好きじゃないから。そうだね、そんな薄い関係じゃないぞ、うん、だからそうだよ、あとは普通になんかこう仲良しなんですっていう、違うでしょ、うん、そうだね、うん、まあそういうことじゃないよ、うん、その仲いいという一つの括りでは俺たちは収まらないね、収まらないぞっていうこのね、うん、そうだそれだね、うん、真面目なんだよ本当にずっとずっと真面目じゃねえかよ、うん、割とね、飲み行こうよもう早く、うん、行こう。まだ早いです。もうちょっと言ってか、まだ全然始まったばっかなんで。そうなんですよね、もうちょっと渋谷女子企画でね、はい、いやいや、ね、まあ、やりますやります、ね、やりますけどね、はい、でもそのグループリントって、うん、はいはい、そもそも誰が始めたんでしたっけ。だからそれこそじゅんさんっていうね、先輩がいて、はいはい、でまあカズマも見に来てくれてて、はいはい、でそっからまあ一緒にやりたいってことを話してで加入したわけですよ。おでもそこでまた一緒にできるってすごいですよね。そうだよね、うんうん、まあだから結局ダンスってものがあって、うん、でその中でお芝居っていうのに、はいはい、それがちょうどいいとこで多分また一緒になったんだろうね、うんうんうん、そうだね、うん、そうだった。でも今俳優をやりーの、うん、ダンサーをやりーの、うん、もう何、いやすごい幅をねそうそうお持ちだなと思って。あのね、全部一緒一緒、あの僕の中では何分けてないってこと。それは分ける、んだって一緒で。まあそうか一緒なのよ。まあでもブループリントのその舞台私拝見させていただいたことある。あ、来てくれてるんだ、うん、来てくれてるよ、はい、ゆうみちゃん。じゃあ、そっかそっか、ともさんのキョンシーの時来てるよ。この間だね、はい、この間来てるよ最新版、うん、その前も来てんじゃないの。キジネ来てない。キジネは、あ、キジネ来てないか。キジネ来てない、写真だけなんですよ。そうだ、キジネ来てねえんだ。そうだね、キジネ写真だけだときついね。そうだねあれはちょっと見てもらわないと困っちゃうね。あれ写真だけで行くとちょっとなんそうだね、お前なんだと。浅いというか、まだそんなにね長い付き合いじゃない時にキジネをそうだ、ね、見せていただいたんで、うん、そうなんですよ、うん、そうだね、どう答えたらいいか分からない、うん、あれはもうじゃあもう封印しよう、キジネは一回しなくていいんだけど、あれは良かったよ、いいの、良かった、はい、それでぐっと私は距離が縮まりました。じゃあ良かったです、はい、やって良かったキジネそうっていうのを見させてもらってるんで、はいはい、その意味では芝居とそのダンスが一緒っていうのは、うんうんうん、すごいしっくりきますよね。はい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 、まあそうですよね、来るよね、来るよね、うん、分けてない、うん、来る、かっこいいことよね、分けてない、かっこいいですね、やっぱりよく言われるじゃん、うん、分けお芝居とダンス、うん、そうだね、どっちがしたいの、あ、そうだね、決める必要ある、そうだよね、確かに決める必要はないですね、うん、そうですね、うん、分けない、なんなら同じ、本当あのね、ステージ見たら分かると思うけどね、まあそうだよね、同じだからね、ストーリーの中に踊りも全部組み込まれてっていう、まあそこが売りだからね、そうですよね、という意味では分けてない、これ正解です、正解でした、正解ですね、真面目でした、真面目です、そこかよそうなんです、そこかよ、ね、そうそうそう、まあでもなんか他にもいろいろなんか活動ね、うん、最近はどんな感じの活動してるかっていうのは、うん、最近、うん、
役者としてもね、なんか役者としては去年ね結構映画撮ったんで、はい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 、はい、うん、3本撮ったのかな、3本撮って、一昨年のも、はいはい、まだ公開されてるのがあって、うんうんうん、今年は多分3本ぐらい公開するかな。溜まってるんでストックが溜まってるんだよこれ結構、うん、役者嬉しいあるある、そういうことね、そう、あのすぐに、ね、出さない、出るもんじゃん、まあ、はいはい、ドラマは結構すぐなんだけど、うんうんうん、映画は結構その溜めて嬉しいみたいなのがあって、うんうん、あ、そういうことね、それが今年結構なんだろうな、多分2月、はい、4月、うん、はい、7月、うんうん、かな、おお、いいですね、多分そこの、そのあたりで時期的にもちょうどいいやん、そうなんだよね、だからそろそろちょっとストック増やしとかないとね、はいはいはい、っていうのあるんだけど、そういうことね、ストックっていう、ストックね、だってもうさ、やりきって終わってから、うん、ゆっくり見れるっていうのは、そうだね、そうだね、そう、ライブとかだとさ、うん、やっぱやもうずっと準備してて、そっからドンでしょ、はい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 、でもちゃんとそこにもうすぐ終わりが来ますもんね、そうだね、そのドンのその帰りもあるから、はいはいはい、見せれるっていう、いいね、そういう面ではいいかもね、ストックはね、うん、やっぱりでもまだね、そのストックの話はそんなにできないんですもんね、うん、まあ全部は言えないでしょ、それは、ね、そうだね、まあ多分で一つ、うん、ね、主演もやったから、おっ、やってるね、そうだからストックしてるね、そう、その主演ストックはちょっと大きいよね、おお、だからそれは多分それは6月5月のやつかな、ちょっとそこら辺なんだけど、うんうんうん、それはちょっとね、それはちょっと楽しみにしてますよ、僕もちょっとこ劇場にあの、そうだね、足を運んでいただいて、あ、そう、運んでいただいて、ね、運んでいただいて、皆さん来てくださいね、お願いしますよ、劇場にね、足を運ばないと、そういうことですからね、そうそうそう、はい、映画、一応映画館で公開するからね、そうだね、それは舞台挨拶がやんのあるでしょ、あるでしょ、じゃあ運ぶね、これ、うん、運ぶよね、そっから運びたい、うん、お願いしますよ、本当に、うん、おいいですね、楽しみにして、それがまたね、あのね、結構ね、あの役者仲間、はいはい、はいはい、がいっぱいね、出演しててね、お、知ってる人も、うん、俺も知ってる、知ってるね、知ってる、うん、いいんじゃないですか、そこら辺が集まってね、ちょっと作ったっていう、ね、でもそれを面白くない、知ってるやつらでこうなんかさ、たまたま共演して、ま、同じ作品を作るみたいなのも、うん、すごい、だから撮影した後に、うん、いつも通り飲み行って、はいはい、なんかもうもうずっと一緒みたいな、ね、はいはいはい、あ、いいですね、そういうのね、楽しそう、あとはこうしたいっていうのをすげえ密に話せるし、うん、はいはいはい、結構さやっぱあるわけよ、うんうん、やっぱりどうしてもこう、うんうん、密に話せないことが多いから、本番中、はいはいはい、本番する前とかも、はいはいはい、そういう意味では結構ね、いい作品になってんじゃないかな、楽しみ、なんかそのね、仲がいいっていう、また私、うん、仲がいいって結構使うのかな、うんうん、だから使いがち使いがち、女子だから、女子だから女子として言うなら女子使いがち私たち仲良し、そうだね、使いがち、そうだね、そんな使うつもりないですけどね、うん、まあでもそうやってね、なんか仲間同士で、ね、はい、作った作品っていうことで、うん、より期待度が高い、はい、こっちも一番高い、高いよね、それちょっと俺も楽しみにしとこう、結構やりきったからね、いいね、うん、ね、じゃあぜひぜひ皆さん劇場に足を、劇場にこれ絶対行くよ、はい、絶対行こうね、絶対だよこれ、約束、うん、半分ぐらい来てくれたら、いや全員でしょ、1,2,3,4,5 人で全員来てください、お願いします、顔、ね、覚えときますからね、はい、よろしくよ、はい、よろしくよ、というわけでですね、ここで1曲聴いていただきたいと思います、はい、SQF でウィンターエクスプレス、
ガールプロジェクト。テーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は引き続き俳優ダンスアーティストとして活動中の山根一馬さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、来ましたよ山根さん。来たんですけども、なんですかその顔は。笑ってますよ。なんかダンスアーティストって、あと なんだそれみたいな、ね、いい。じゃあ ここはさ、ダンスアーティストの話しましょうよ。いいですね、しましょうよ。いいですね。いっぱいしましょうよ。ダンスアーティストの話。あの、俺が気になってんのは、はい、最近カズマがやってる、はい、あのダンコミプロジェクトっていう、はい、これ聞いたことないでしょ。ない。これね、カズマがやってる活動の一つなんですけど、はい、その辺ちょっと聞きたいなと思ってまして。なんですか。なんですか。なんですか。はい、はい、まあダンコミプロジェクト、まあ、はい、ダンスコミュニケーションプロジェクトっていう、ほうほう、まあ、役なんですけど、うん、まあ、僕が、うん、あの全国 の、はい、その各地を回って、うん、はい、子供たち、そこの現地の子供たちと、うん、そのまあダンスを通じて、うん、あの映像作品を作るみたいな、はいはいはい、作品を、はい、撮ってて、はい、でそれがまあちょっと、まあ、あの曲も作って、うんうん、そのみんなでアゲアゲっていう曲、はいはいはい、知ってます。知ってますよね。知ってます。いろいろね、してくれて、はい、そんな中でその曲を通じて、まあ、ちょっと映像作品を作る、はいはいはい、まあ、だから、うん、まあ、その子たちがメインで、うん、そのちゃんとこう一人一人をピックアップして、うんうんうん、なんか一つの作品を作る、はいはいはい、まあ、これを、まあ、始めたきっかけは、うん、まあ、さっきも出てたんだけど、うんうんうん、ダンス、はいはい、ダンスと、まあ、お芝居、はいはい、まあ、音楽っていうのを全部結構分けがち、うんうんうん、だから、うん、それをなんかこうちゃんと、なんだろう、全部一つだよみたいなことを、はいはいはい、まあ、その今までダンス始めて、うん、まあ、僕が途中で役者って世界に出会って、はい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 、その中でこういろんな世界が広がった、うん、だからその広がったきっかけをもとに、そのやっぱり今ダンスやってる子供たちにも、はいはい、そのまあダンスはダンスだけじゃないよっていう、はいはいはい、なんかその一つの可能性をちょっとでも伝えれればいいなと思って、うん、全国、そういうプロジェクトなわけね。そうです。すごいちゃんとしたプロジェクト、はい、結構ね、ちゃんと作ってるの。俺映像見たことあるんだけど、はいはい、結構ちゃんと作ってて、はい、その撮り方とかも多分こだわってやってると思うんだけど、うん、ね、あれ一回で撮ってるよね。そうそうそう、ね、そのまあ一つのテーマで、そのワンカット撮り、はいはいはい、まあ、一連撮りってもいうんだけど、はいはいはい、なんかその要はもうスタートしたら終わるまでずっとワンカットでいってるわけ。そうそうそう、もうだから、あ、すごい、カット割りしないっていう、こう折ったりしてるわけよ。え、それ誰が撮ってるんですか。それはね、俺が撮ってるねそうだね俺撮ってるよね、あれね。そうだから、もう結局、はい、一人で乗り込んでって、うん、そのやっぱやんなきゃいけないから、はいはい、まあ、そこの現地 その先生たちだ、うん、まあ、インストラクターの人たちに手伝ってもらって、うん、はいはい、まあ、その見てもらったら面白いんだけど、うん、俺が映ってる時は、うん、その現地に行った一番なんか撮ってくれそうな人にお願いしますって言ってそうなの、預ける。そうなの、あれ。そうだから面白い、あれ見てると面白い。だから俺が映ってない時は俺がマイク持ってるんだね、はい、カメラ持ってる、うんうん、はい、で俺がいなくなって、俺がいる時はね、いる時は誰かに渡してる、うん、そういうことね。それ両方なんか見比べたいですね。すごいよね。 その中で、うん、まあ、最初その物語を作って、うん、だ子供たちにはダンス踊るだけじゃなくて、うん、ちょっとどういう物語作ろうかみたいな話から、うんうん、まあ、2日間通して1日目で、はいはい、まあ、ワークショップというかやって、うん、リハーサルして、はい、その時に、うん、みんなどうするっつって、うんうん、そっから、まあ、結局そのあげ、まあ、みんなであげあげって曲で、はいはいはい、あげ、うん、あげっていうのをちょっとそのキーワードにして、ね、してはいはい、最終的にあげあげっていう風になって音が入るみたいなやつを撮ってて、ちょっとね、うまいこと作ってるんですよ。はい、めっちゃゆみちゃんも一回見てみてね。ね、ちょっと、うん、今日帰ったら絶対見ます。そうね、後で見よう。そう、うん、家帰んなくても見えるかな。そうなんだよ。結構ね、ちゃんと作ってて、YouTube でそう、ダンコミプロジェクトで、ま、そう、ダンコミプロジェクト。面白そう。なんか聞いた話によると、なんか GoPro アワー、 GoPro っていうカメラで撮ってるんだけど、あ、ちゃんとしてる。そのカメラのアワードがあって、はい、それでなんか賞を取ったっていう、はい、その映像が、これまだちょっと、ね、ちゃんと公表はしてないんだけど、全くリアルに GoPro さんから連絡が来て、うん、あの賞を取ってるんですよ。そう、めっちゃすごいって聞こえてきたけど、すごい。そう、いや、これマジなんだけど、結構ね、アメリカでね、すごい、そうそうそう、 GoPro っていうすごい会社なんだけど、はい、その急にね、うん、まあ、一応応募したわけよ、はいはい、そしたら、うん、すごいもう全部英語でなんか来て、うん、最初ね、ちょっとね、なんか賞を取ったみたいな、うん、GoPro アワードみたいな写真送られてきて、うん、これ絶対あれだな、なんか変なやつだなと思ってそう、ね、ウイルス的な絶対嘘だと思って、うん、嘘だと思ったよね嘘だと思ってたら、まあ、もう一回来て、うん、なんか返事ないよみたいな、ぐいぐい来るな、ちょっとこれはちょっとなんかもしかしたらと思って、うん、
返信して、うん、そしたら本当に取れてて、すごくない？やっぱその形に、にしたものがこう評価されてるってとかまたすごいじゃん、すごい、うん、それでその後、まあ、GoPro の GoPro JP っていう、うん、はいはい、一応日本のなんかその、うん、そのなんだろう、まあ、その日本支社みたいな、そうそうそう、つながってるとこに、うん、と連絡が来てちょっと会話してたら、うんうん、日本で撮った人は いないんじゃねえかっていう、すげえじゃん、すげえじゃんそれ。だからそれちょっと、うん、だから賞もらったんだけどまだ発表されてないの、そのあっちの、そういうことね、 GoPro のサイトでちょっとストックしてるよ、だからまた、まだまだまありますよ、ストックがすげえわ、これ話したらどんどんストック出してくるんじゃないですか。 そうだね、だからこれを、うん、もうそこでまたちょっと発表してもらったら、うん、まあ俺の今やってる活動も広がるし、そういうことね、まあ、そのもっともっとどんどん広がっていくかなっていう、そうだね、今結構自力だから、そういうことね。じゃあちょっとそれに参加したくないですか。やろうよ。で監督。監督お願いします。山根監督。絶対だな。いやいやいや。俺結構人巻き込むからね。頑張ります。いやいや今やるっしょ。今撮るっしょ。何やんだよ。今撮るっしょ。今何撮んだよ。え、もう一個気になるやつ言っていい？いいです。カズマのインスタの、はい、あのこうやって動くやつ。はい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 、俺あれやりたいんですけど。それかい。知ってるみんな。あれを今やっちゃおうよちょっと。なんか最近流行ってるなんか。逆再生するやつがしたくて、うん、なんだこれはってずっと思ってたんだけど、うんうん、アプリが見つからなくて、はい、でその時にそうちょっとその、うん、じゃあもう自分でやろうみたいな、うん、自力でいこうと、そなんでその発想になったか分かんないけど、うん、それね、それをやりたいっす今。じゃあやろう、やりましょう。できるかな今で。やろうよ、ここで。そこでね、ここで、うん、紫ちゃんの前で。どんな動きしたらいいんですか。どうやってやればいいのあれ。とりあえずまず言っときたいのは、うん、私ダンサーじゃないですからね。いや多分ね、今結構いつも誰か巻き込むんだけど、はい、全然ダンサーじゃなくていける。大丈夫、大丈夫かな。気持ちでね、はい、気持ちはめっちゃあります、はい、だからね、何なんか持ってた方がいい、いろいろ持っててもいいし、うん、こういうのとかなんかまあ一そうだね、動きなんか動き、うん、動きで、動きでアクセントが欲しくて、そういうことね。なんか普通にこうやってうん、動くんじゃなくて、なんか一回こうクンクンみたいな、クンクンみたいな、クンクンね、クン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 がすげえ映ってるよ、カズマここに。そうです、そのキレよ。そうです、あ、じゃあクンクンで、クンクン、クン、じゃあ早く遅く、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 やってみよう、やってみよう、やってみよう、分かんないけどやってみる。カメラマン来てください、お願いします。ちょっとやってみようよこれ。何何ちょっと、何ちょっと、はい、はい、じゃあゆみちゃんそれで喋って。そう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 、中継はしていきますけども。どうやってやるんだろうね。え、じゃあマイクまたなんかどうしたらいいの。俺もじゃあなんか、俺もなんか、これなんか、これなんか、俺もゆっくりしよう。うん、だからじゃあ俺マイク持つわ。それで、じゃあ紫ちゃんちょっとピッ、あ、みんなしょうがない、あれだな、うん、そうだな、それでいける、それで機敏な動きいける。なっとる。出た出た出た。だからそれで、まあできるだけ大きく、ドゥン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 、で、速さ変わってないからね。ドゥン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 、そうだね、それいこう。じゃあやってみよう、やってみよう。だから、じゃあ一応リハーサルね、せーの、ドゥン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 。合ってるこれ。多分いけてると思うんだけど。大丈夫。真剣にだよ。真剣、超真剣。真剣に。いける？いけてる？いける？いくよ。じゃあ、ここ最初大事。ここに帰ってくる。スタートポイントね。スタート。いくぞ。いくぞ。せーの。ドゥン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 。もういいでしょ。多分いけてる。いけてる？いけてるかな？うん、多分ね、多分だ、多分。うん、もう一個。めっちゃ取られてるからね。いや、本当。もう一個、どうぞ、これでいい？これでやっとくもん。もう一個、大丈夫でしょ？もういい、大丈夫か。うん、これでいこう。これでいこう。大丈夫。オッケーオッケー。うん。大丈夫でしょ？ああ、疲れた。さあ、いいのが取れましたか？これ。すごく熱い。熱いね、熱くなっちゃったね。ちょっとじゃあ熱くなったところでですね、はいはい、こちら今マイク通ってなかったので、うん、音声はこちらの動画、はい、配信いたしますので、そちらでぜひこの今撮った動画をこの後ね、渋城の公式のやつで、はい、
配信しますので、配信しますので、ぜひそちらをチェックしてください。どうしようね、これ、はい、全然ダメだったらどうしよう。大丈夫だよ、ちょっとそれも怖いので今チェックしながら、まずは皆さんに一曲聴いていただきたいと思います。はい、マイビーでファザー&マザー。ファザーマザー二人を選んで生まれたよ、ほらよく見て私たちの愛の証。リボンもつけて渡したい、命のビートに乗せて口ずさんだメロディ、心のずっとずっと深いとこへ届くといいな、大切な日に思い込めて、ここまでいいことばかりじゃ決してなかったね、ダメな時こそ絆は結ばれて、ダバンプ友の対決ご機嫌だぜのコーナー。イエー来ました。対決変わったでしょ、タイトルが。だいぶ、だって今までお悩みスッキリだったのに。真逆真逆。真逆。そうなんです。戦っていくんですね。そう、今年からちょっと変えまして、はい、月1回僕のコーナーで、うん、このゲストさんといろんなことで対決してみようかなと思って、はい、思っておりまして、はい、まあ、第1回のね、あのゲストさんにふさわしい山根さんと、はい、対決する項目は、はい、何ですか？これ知ってる人いるかな、これ知ってます、これ懐かしいですよね、懐かしいって言った人、ね、年わかるね、やばいぞ、年わかっちまうぞね、これね、わかんないよね、知らないですか？これはね、10秒間で連打が何回できるかっていうゲームなんですけど、うん、かなり昭和な遊びなんですよ。これを今回使って対決しようと思ってますか、はい、まあね、ただ対決っていうのもちょっと確かに面白くないですから、うん、罰が欲しいですよね、はい、まあ、罰ゲーム、罰はケツバート、うわーケツバート、はい、なんかもうそこも昭和感ある、そうなんです、ケツバット、はい、しっぺとケツバット迷ったんですけど、うん、ケツバットでいきましょう、そうですね、しっぺよりね、ケツバットの方が、そうですね、なのでこれちょっと一回試しに、ゆみちゃんやってみてよ、あ、いいですか、どのぐらいいくかっていうの、10秒で、10秒で、10秒だよ、いきます、本気でいってね、本気で、もう押したらスタートするから、押したらスタート、うん、よーい、スタート、さあゆみ選手やっております、押してます、押してます、はい、あと残り6、5、押してます、押してます、4、めっちゃ押してます、3、2、1、0、はい、はい、お疲れ様です、いくつですか、63回、まあ、これが基準の数字になりますので、はい、そうだね、はい、女子の全力、知らない、知らないね、そう、女子の全力、世代的に知らないのかな、はい、これじゃあちょっとやりましょうよ、やりましょう、カズマやりましょう、先攻後攻、最初はグー、じゃんけん、はい、後攻、おっ、そういうタイプなのね、これは何、これリセット、あ、オッケー、ちょっと待って、はい、これでもう押したらスタートします、いいの、はい、え、なんだか置いてる、いきます、山根選手、よし、いくぞ、はい、はい、よし、よーい、スタート、なんだそれ、あ、こういうタイプ、そー、早いじゃん、絶対これ、おーおー、いいですね、それ、そのタイプ、それ私聞いてない、すごい、はい、いくつ、104回、すごくない、結構、いや、わからない、104回、ちょっとメモお願いしますね、はい、はい、次、僕、これ今のすごいね、
爪で爪でいくタイプ。これ平均ってそのまあ、いや、うん、何回だっけ59回。もう数字も忘れてじゃあいきまーす、はい、谷口選手よーいスタート。あ、同じ。いや、それでやるんだったら最初からそれで教えてくれないとずるくないですか。やめ基本だから。あ、基本そうなんだ。いくつ。104回。115回。やりましたよ。やりましたね。すごい。俺勝っちゃったね。勝ちましたね。勝っちゃったね。え、とりあえずケツバットいきましょう。とりあえずケツバットあんだ。いきまーす。バット出します。はい、バット出ました。さあ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 、ケツバットのお時間がやってまいりましたよ。これね、あれ、マイクさん、さっきどこやったっけ。いい音入りました。いや、なかなかですね、これ、はい、いいのもらいました。でもいいですね、楽しい。いいですか。いい、ただ、うん、もう一回ありますから。もう一回なんですか。はい、これあの昔やった方は知ってると思うんですけど、うん、あのこいつをね、これ見てください、はい、このガチャガチャのボール、これで擦るっていうのをやったことありませんか。これ知らない。俺ね、でも知らない。だから多分その地域の、地域によって違うのかな。地域の技なんだろうな。そう、僕は違う技ありました？技あった。いやー、もうこれ、もうこれ、それだ。じゃあこれでやりましょう。そうですね、はい、え、それもうものすごい、だって今ので若干手は痛いんですよね。いや、痛、全然大丈夫、痛くはないんだよ。痛くない、全然痛くないの。もうこれ、もう鍛えられてるから。鍛えられてる。なんだその鍛え。最初はグー、じゃんけんぽい。どっち、高校にしようか。よし、なんだ。よし、俺先行でいくぞ。よし、じゃあ2回戦目、タモさん、ガチャガチャのボール編いきます。タモいきます。よーい、スタート。あ、早い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 、すごいな。でもなんか速さ的に同じじゃないですか、ね、実は。いや、でも多分全然違うんじゃないかな。滑らかさ128。 128、はいね。さっきより上回ったでしょ。上回ってます、上回ってます。うん、このね、これ、はい、これリセット、これいけるの。もう、もう押せば大丈夫。でもこの技使うの初めてですもんね。そうだね、それ不利だね、ちょっと。確かに。どこでもいいんじゃない。うん、ちょっとさあ行ってみましょう。これいけんの。初体験。いけます。山根選手128です。はい、いきますよ、はい、よーい、スタート。あ、でも早い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 、やん、早い早い早い、絶対初めてじゃないだろこれ。絶対やったことあるだろこれ。どうだ、どうなんだ。1回ずれた。どうどうどう、ちょっと見してみて。発表お願いします、山根選手。111。はい、僕の勝ちです。はい、ケツバット。はい、ケツバット。今日食らってますね、山根選手。あ、顔が欲しいですね、やっぱ。もうここ顔でいきますか、もう前。さあ、マイクに、ね、思い切り来いよ。ぜひぜひ、なんか私変な感じなんですよ。いい感じでめっちゃ映ってますよ。あ、俺ね、イエーイ、ケツバット3、2、1。ブイじんわりくるね、これね。楽しい、これいいですね。いいですね、うんうん、またこのね、うん、地味なゲームがまた良、ね、かったりするんですよ、うん、この昭和の遊びというか、うん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 、まあまあまあ、こんな感じでね、やっていきますが、今年もいいですね、はい、ぜひなんかこういうあの地味な、あの、うん、そうそうそう、ね、対決を、そう、毎月ちょっとゲストとやっていこうかなと思って、ね、楽しいです、楽しいです、はい、あの引き続きあのハッシュタグともご機嫌で、うん、あの何対決してほしいか募集しますので、うん、それ書いてくれたら、そうですね、これの代わりってことですよね。そう、例えば、まあ、けん玉でもいいしさ、何でもあるんだから、そういうさ、うん、山根選手今日一回も勝てませんでしたけど。確かに。2戦してる。でもさ、これさ、はい、トモくんが企画してこれ持ってくるってさ、うん、絶対だから募集かけるから。募集ですよね。そういうことね。ううこと、だからでも望む側が持ってくるのもあり。まあそれもありだね。確かに、それもありだね。それもありですね。あ、じゃあそれを、まあ、ゲスト決まった時に、まあ、その方と話して、そうそうそう、それもいいんじゃない？うん、おお、それフェアだよね。うん、そうだ、うん、アンフェアだったね。そうだ、これアンフェアだった。
いやほんとさ、家の引き出し、いやいや家の引き出しに開けたら、これ実家だよ実家、うん、実家の引き出し開けたらこれが出てきたわけよ。これちょっと一発目の対決どうかなと思ってしたらね、でちょっと次回も楽しみにしてるんで、皆さんもちょっとやってほしいものがあったら、ぜひぜひハッシュタグつけて、はい、とあのツイッター、そうですね、はい、してみてください。はい、お願いします。はい、それでは1曲お聴きください。 Why So Serious でハピネス。渋谷女子企画、いよいよお別れの時間が近づいてまいりました。早かったよ。早かった、早かったですよ。なんか今日、はい、すぐアクティブでしたね。そうだね、もうあのスタジオ内めっちゃ熱くなってますから。そう、汗かいちゃったよ、ね、ちょっと鉄が痛いかなって、ね、そうだ、2回くらってますからね。2回なっちゃった、もう本当に、ね、対決も楽しみですけども、はい、まあ、最後なので、はいはい、告知の方を、うん、ぜひがっつりと告知していただきたいと思っておりますが、うん、山根さん、僕、はい、僕はさっき言った映画、はい、かな、映画、まあ、公開するんで、まあ、DVD はなんか出る？ DVD は2月の3日かなに、うん、コールドブラッドっていう、うん、まあ、まあ、DVD 発売で、はいはいはい、それも結構、いい役というか、はいはいはい、大事な役で出てるんで、ほうほう、まあ、それはまあ TSUTAYAとかね、どっか、まあ、TSUTAYA行けばある、あるともあると、ほうほうほう、ちょっとそれコールドブラッド、ブラッド、はい、うん、ぜひぜひ、はい、皆さんチェックしてください、はいはい、まあ、あれですね、じゃあもう最新情報なんかはどんどんツイッターだったり、そうですね、とかでアップされてる感じですよね。そうだね、そう、こうやって、こういう感じ、そうですね、うん、そういった感じで見せていただいて、そういう感じ、そうそうそう、はい、そういう感じです。あ、なんかアップしてくれた、バッチリ。まあ情報はこのツイッターを、ツイッターを見ていれば、うん、見ていただいて、まあ、あとは本当ダンコミプロジェクトっていうね、はい、あの子供たちの、子供たちの活動、はいはい、これ最近この間どっか行ったんだよね。は、浜松。浜松。おー、浜松で、あのゆるキャラ、ほう、家康くんっていう。何何それ。今年、去年か、去年グランプリ取ったゆるキャラの家康くんが参加してくれて、うん、すごいじゃん。
ぜひじゃあそちらの方もね皆さんチェックの方お願いします。あとトモさんも、はいはい、僕の方はですね、1月28日ゼップ東京、レッドマッチレスシリーズの追加公演決まってますので、ぜひぜひ来てください。お願いします。はい、お願いします。ということで、あっという間に1時間過ぎてしまいましたけども、いかがでしたか。まあ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 、どうですか、カズマさん。うん、なんかいつもの感じ。そうだねなんだかんだいつもの感じになっちゃうんですけども。いや、いいんですよね、はい、それが。まあまあ、それが渋谷の良さでもありますから。そうですね、はい、もう今年一発目ですから。そうですよ。ありがとうございます。ねえ、本当に。ありがとうございます。渋い。じゃあ渋いですね。渋い顔してんな、おい。サービスいろいろしてくれる。やってくれるね。うん、嬉しいですね。嬉しいです。いや、受け身じゃいけないからね。そうだよ。ダメだね。そうそうそう。攻めていきましょう。攻めていきましょう。2017年、抱負、サクッと。お、抱負？抱負？なんかありますか？抱負はもう、出し切る。出し切る。貯めてたから。そうだね。ストックが。そう、あとね、いろいろ、気持ち的にもね、いろいろね、こう、なんかいろいろそう試したの。そうだね。だそれをね、出していく。今年は出していこうと。すべてを出し切る感じで。今回ストックだね。今回の回は。はい。全体的に。だ今日から出していくから。もう今日今出してるから。そうだね。はいはい。じゃあどんどん出していきましょう。出していきましょうよ、本当に。で、先ほど撮った動画の方はですね、あの後ほど渋谷女子企画の公式ツイッター、インスタでアップしていきますので、ぜひぜひ皆さんここがどんだけわちゃわちゃしてたかっていうのね。そうね、生のね、声が聞きますから、そこで。声聞きますので、楽しみにしていてください。はいはい。ちょっとした渋谷女子企画からのなんかお年玉みたいなね。そうですね。うまいこと言ったな、おい。いいこと言うね。うまいか、うまいか、うまいか。ちょっとしたプレゼント企画だからさ。そうなんだよ。あれなんでちょっと…そうだよ。せっかく今トモさんがうまいこと言ってくれたんだよ。ごめんごめんごめん。うまいこと…大丈夫大丈夫。1回目のゲスト…意地悪してきたね。意地悪してきました。本当に意地悪…こうやってやっていかないと。そうだよ。ちゃんと答えも私見に行ったんだね。はい。ほら、落ち込んじゃったじゃん、ゆみちゃんが。俺もへこもうかな、じゃん。もうほらほらほら、もうシュンとしてなんで。いや、行きましょう。行きましょう。終わりたいと思いますので。はい。本日のゲストは、はい、俳優、ダンスアーティストとして活動中の山根一馬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、トモさんはまた来月の2月3日になりますね。そうですね、お願いしますね。はい、お願いします。ゲストの方はまたツイッターで。そうですね、ツイッターかなんかで告知しますので。はい。あと、それこそさっき言ったハッシュタグトモご機嫌で対決、それちょっと本当に募集したいんで。そうですね、ちょっと皆さんぜひぜひいろいろちょっと考えてみてください。そうですね、俺が考えてくると不正行為になっちまうので。そうそうそう。それちょっとダメなんで、皆さんから募集しますので、ちょっとツイートしてください。お願いします。お願いします。さてさて、そして来週のゲストは3人来ていただきます。作編曲家のトラックメーカーの福島隆夫さんと、作詞家の溝口貴樹さん、別名義でルッカというのもあるそうです。そしてもう一人は歌手のかすみさんにお越しいただきます。すごい気になるんですけど、実はですね、このオープニング曲のスマイル海賊団の曲を作っているお二人ということなので、ぜひ楽しみです。はいはい、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。渋谷女子企画、この番組はキレをサポートするジェーナグループがお送りしました。それではですね、まあ、こちら公開生放送という、あと公開生配信ですね、はい、ありますので、ぜひぜひ皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、まあ今日は金曜日、金曜日ということですので、皆さんこの後は、はい、たくさんね、ワイワイと飲んでいかれるのもね、はい、するのかな、いいんじゃないですかね、はい、もうここで皆さんね、ずっと1時間見ていただいて、はい、はい、体も冷え切ったと思うので、すみません、寒い中ありがとうございます、本当にありがとうございました、本当にね、じゃあ私たちもまた楽しんで盛り上がって帰りましょうかね。そうですね、はい、また今年1年よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、また来週です。また来週、来月俺は、あ、そうだ、はい